のチョールリーナです。現在1時です。今深夜の1時なんですけど、今日はプロにドッキリを仕掛けていきたいと思います。いつもプロは筋トレから帰ってきてもう疲れ切ってて、まあそりゃそうだと思うんですけど、1時ぐらいには絶対に寝るんですよ。まああまり会話をしたりとか、なんかこういろいろねしたりとかないわけですよ。ということで、私今日はプロに意地悪ドッキリを仕掛けていきたいと思います。で、何をやっていくかというと、その寝てる時って絶対にもうこんなうわーって揺すっても起きないんですよ。起きないし、どんなに大きい声出しても何も気づかれないんで、プロタンが起きてたら乳首なくなってしまったドッキリをやっていただきたいと思います。噛んじゃった。起きたらね、まあ、プロってすごく乳首を大事にしてるじゃないですか。なので、あの人は起きたら乳首をなくしていきたいと思います。こっそりつけて、まあ、ファンデーションとかで塗って、あんまり色が違わないようにして、朝起きたら俺の乳首がないっていうのをシッシッシッって思いながら楽しみたいと思います。ではやっていきましょう。はい、ということで、今から寝室に行って乳首をなくしていきたいと思います。あまり気づかれないように。眩しい時電気して、何時？ユリカめっちゃでかい人みたい。こっち向いた方がいいよ。こっちこっち。大丈夫大丈夫。眩しい。ちょっと消して本当に電気何？プロ？プロ？顔やばいよ。なんかめっちゃ血出てるよ、顔から。マジで。そこじゃない。見ておいで。そこじゃないって。ちょっとマジでやばいよ。いや、本当にまたやばい。いや、本当にやめないよ。ね、やばいって。何？見ておいでって。そこじゃないって。ちゃんと見て。マジで危ないって。早く。え？やばいやばい。行ってみよう。ちょっと待って。これ垂れるよ、血。え、どこに血が流れてる？あれ？気づいてない。まさかの。うわ、え、どこに血が流れてるの？おい、何これ、理解できない。何この、これはな、何これ、どういうこと。ブラ、
なん全然びっくりしない。もうびっくりしたけどね、違う意味で。乳首なくなったっていうか、なんか俺つけたかなと思ってる夜。これはさすがに乳首なくなったって思わないよ。だって俺ブラしちゃったのかと思ったもん夜。さすがにびっくりしたけどね、乳首なくなったってびっくりはしてないと思う、確か動画で。なるほど、はい。さすがにこれだって色が違うもん俺。はい、こんな夜中遅くにご苦労さまです。ということで、じゃあまたいつか仕返ししたいと思います。寝ましょう。はい、寝たいと思います。ちょっと面白かった。わかんない、動画見ないとわかんないけど、じゃあ俺の動画にさせてよ、俺乳首のやつ。変な演習されたくないな。はい、ということでありがとうございます。はい、で、はい、ありがとうございます。おはようございます。今時刻が朝の6時でございます。ということで今日はレイナさんにいたずらドッキリ仕返しということで、まあ、ちょっとお恥ずかしい話、昨日ちょっとね喧嘩しまして、その仲直りで朝今寝てるんで、今からねモーニングキッスを、はい、昨日の仲直りしようっていうので、多分寝ぼけまなこで昨日許してって俺が言うんで、寝ぼけまなこでうんって言うと思うんで、でそれでキスした時に口の中にこっちのニンニクたっぷりのやつを口に入れて朝からキスしたいと思います。ちょっとどんなもんか、ニンニク単体で口に入れたことないの。いきます。おはよう。昨日ごめんね。仲直りしよう。うん、チューしよう、チュー。